鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあみんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。みんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。はいっす。聞こえる？はあ。上に行く理由、ビクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だ。そこでクラウドの出番。やったくじゃ戻れ。
丈夫だ。この状況のどこが。俺がいる。急ね。そんじゃ頼むわ。いや、もうちょっと物足りない。おい、いや大丈夫か。買うのか。ううん、車庫へお願い。ああ、2人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。チュッ、やらせるか。クラウド頼む。いや、
このようにね。痛いやか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、あ、最後まで付き合うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。どうでそれ。ビュンだ。おっと。ジェシー、ハンドルを頼む。え？あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。残念。何の話だ。運転。勝手に採点するな。クラウドはもっと上手いと思ったのに。タンデムは慣れてない。次クラウドが後ろね。嫌だ。じゃあ次も私が後ろってことで。見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムス。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。はあ、さすが。7番街の社宅地区。うちの親、神羅の人間なの。私、
マコールのおかげで大きくなったんだよね。おいでー。行っちゃった。なかなか手ごわいっす。俺の何倍も給料もらってんだろうな。たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。ごめんね、ママ。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど自分じゃやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。マコーロの整備担当だったんだ、うちのパパ。任務完了。今は舞台に上がってないんでしょ。
それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。んじゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルじゃん。え、じゃあ今度は神羅の人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ？ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっち、あの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか？星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんなね、てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ。あ、話したってことジェシーには内緒だぞ。それは俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。あ、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重に。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？どうやら先客がいるらしい。
ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。お、足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。うー、緊張してお腹が鳴りそうっす。あんた確か敵地のど真ん中。よし、じゃあ持ち場の確認しとこう。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。うん、俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。撃て。
行け！くらっ！仕留め！
出らっ団結力の勝利っす。包囲しろ。あれま貴様ら何が目的だ。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。私のスピードは どこであろうと変わらない。やってやる。行け。レッドゾーンまで振り切ってみようか。集中していく。来い。お前だ。フレンド。刻む。振り切らったれ。チラ。チラ。クライム。チラ。クラ。チラ。チラ。仕上げだ。やらないぞ。解放する。斬撃に踊れ。さすがだ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。まだ
聞くぞ。クラウドさん、今のうちに。武器を下ろせ。敵じゃない。ウンパが何をしている。そっちこそ来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。そうね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことかウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ、随分と賑やかなことで。シンラの増援もいるな。ああ、胃が痛え。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないか。ソルジャーにはわかんないから。でもあんたが気にしてたことは伝えたと。それに関してはよ、 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。ああ、襲撃のことがお疲れ。こっちこっち。混乱どころか神羅の恥だ。先の警報についてはよし、爆破配置行け。ちょっと派手にやりすぎじゃない。まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、あ、俺たちが行く。おい、ウェッジ大丈夫か。面目ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お尻痛い。どれ。ちょっと何してるの。うわ、ブヨブヨ、屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。うん、腹ペコっす。あ、いい顔。ふーん、行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやってスラムのですか。前から一度やってみたかったんだ。にしても本家の作戦に鉢合わせるのは偶然なのか。安全確認のため、自宅待機命令が出ています。本家が動き出したとすれば速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機を。
命令も出ている。こっちこっち、ここまで来れば安心。どこに向かってるんですか。ついてからの一転、無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何、なんか怪しくない。ないない、それはピザは食べたいよな。ああ、うん、じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに。あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん、半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ。あ、忘れるところだった。あ、ねえ。危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと、ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。ちょっと待って。ダメだ。厳しいっすね兄貴。誰が兄貴だ。うわばっかで十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。帰れるっす。どうせ軽いやけどだし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ。二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。変な影が瓦礫通りに落ちたよ。今月のモンスタードーマツーが出たよ。見て見て、最新のモンスタードーマツーだよ。ここがビッグ戦地。まだ戻ってないっす。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。意外だな。ちょっと心配っす。さあ次はジェシーんちっす。
ミッドガルを出ていくから。マコーロのニュースが後に見るかも。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから変な気を。ああ、念のため警告っす。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。明日5番街に行く。ほらほらにあるバニーパーツ、みんな挨拶。今日の門番はこの3兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし、はあ、好きにしよう。よくできました。よしよしよし、ほらニャル、拗ねちゃダメっす。兄貴、猫ちゃん見分けがつくのか。もちろん家族だから。フロニャルド。なるほど。明日、5番街に。スラム住民に。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。分かった、考えておく。やったー。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーセ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって。また爆破があるんじゃないか。ミッドガル。おお、クラウド、無事だったか。ウェッジは？家だ。そうか、そりゃよかった。ウェッジがケツを撃たれたとか言い出したときは、バレットに黙って上まで行って、もし何かあったら合わせるかかといって、ジェシーの様子も変だったから、放っちゃおけなかったし。ビッグス。ジェシーは今頃爆弾の準備してるんだよな。それってやっぱ手伝いに行った方が。落ち着け。なんか悪い前触れなんじゃない。スラムの心得その1。了解。じゃあな。お世話になったな、クラウド。来てくれてサンキューな。散歩だ。そうだ、ジョニーと会ったよ。
ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで待つか。合流しよう。うん、いけるな。もちろん。店まで急ぐぞ。邪魔だ。
ティッシュ大丈夫か？なんとか。やば。ティッシュ。縮小。無理しないで。見せ物じゃねえぞ！何だったんだあのうじゃうじゃはよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコーロってのは大丈夫か？平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。あ、どうしたんすかその足。大丈夫っすか？騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。え、作戦はどうするの？ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。あ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前、今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して、うん、ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ、うん。よーし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。してるだろう。ありがとう。よし、行こう。モンスターが出たらしいな。昨日整備したバイク、なかなか良かったって。アバランチなんてなくなっちまえ。スラムに住みたいって人は、昼ご飯はスラム。準備はできてんだろうな。ビックス、もう始めてるのかな。
早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。マコーロ止めないと今日もやるってな。悪いのはシグナだ。しれっとしてろ。